パリ・ルーベ2010はパリ・ルーベの108回目のレース。2010年4月11日に行われた。6 0トル地点過ぎから19選手が逃げる展開となった。メイン集団ではセクター18ヤブリュイで落ち者やメカトラブルが続発し、ベルンハルト・アイゼルやタイラー・ファーラーなどが遅れをとってしまう。一方、 例年集団落ち者やパンクで、アビ教官の地獄絵図が繰り広げられるセクター17、アランベールでは、戦闘集団、メイン集団とも目立ったトラブルは発生しなかった。その後、逃げが吸収されて、メイン集団が、再び大きくなる中で、トムボーネ年が、積極的な動きを見せるが、そのボーネ年が、一旦ペースを落とした、セクター10。 モンサンイコールペベルの手前となる残り 50km 過ぎに、名誉集団からのアタックに乗じたファビアン・カンチェラーラが、スパート。カンチェラーラはモンサンイコールペベルで、前方で逃げていた3選手を一気にぶち抜き、その中で唯一食らいついた、ビエルン・ルクマンスもわずか数分で振り切るとそのまま、独走を開始。これに対して、ボーネンやフィリッポ・ポッツァと、ファン・アントニオ・フレチャ トルフースホフトラ有力選手を含む8選手が追撃するもカンチェラーラとの差はどんどん開いていく。結局、カンチェラーラは一時後続に3分以上の大差をつけるなど 46.3km という長距離独走を決めて4年ぶり2回目の優勝を果たした。同一年におけるロンドファン・フラーアンデレンとのダブル勝利は2005年の忘年以来、 史上8人目の快挙となる。表彰台争いは、セクターサングリュゾンの手前で、フースホフトと、フレチャが先行。最後はスプリントを、フースホフトが制して2位、フレチャが3位となった。3連覇、史上最多タイの4回目の優勝を狙ったボーネンは5位に、終わった。日本人選手唯一の出場となった、ベップシノは、ゴール地点にたどり着いたが、 制限時間オーバーにより感想は認められなかった。パベセクター一覧マンズ、EN ペイベールフォルボ。ありがとうございます。